防衛省モニター、中トン地モニターを経て、防衛昆和会、高巡者外交研究会に所属し、陸上自衛隊土浦中トン地武器、学校武器技術資料館消火器コーナー顧問である。2013年度、陸上自衛隊東部方面隊オピニオンリーダーを移植された。研究は、日本古来の武器から第二次大戦中の兵器。 現在の日本の装備品まで取り上げ、それらの記事を日本の武器兵器サイト上に発表、同サイトの運営管理を行っている。大正2003年、レンツーワンダーマン社長に就任。社長在任中同社は、日本 IBM を担当、後にマイクロソフトを担当。2006年退任。創業20周年の2005年3月には、 ワンダーマン創始者のレスター・ワンダーマンを招聘し、これからのダイレクトマーケティングとインターネットの役割をテーマにしたフォーラムを主催。フォーラム全体のモデレータとして、当時は広告でも、IT でもなく中途半端な状態であった、ダイレクトマーケティングについて、一般広告の中に位置づけられるべき、重要な手法であり、一般広告の効果を最大化するためのものであると、まとめている。 この内容は、ワンダーマンデンツの2005年4月7日のニュースレターに、詳しい。デンツ時代の、主なクライアントは JAL、JVC、トヨタ、パナソニック11年間米国勤務航空機、操縦免場は、陸上機単発、多発、滑空機上級、動力滑空機、航空無線通信士、米国 FAA ライセンス保持在米中にアトフ、ライセンスを取り、 日本の武器兵器の収集、操作、研究を行った。特に日本の軽機関銃研究の一人者である。帰国後、防衛省モニター、市ヶ谷中屯地モニター、土浦中屯地モニターなどを歴任し、武器学校、幹部学校、明野飛行学校、富士学校、市ヶ谷中屯地業務隊などで、日本兵器士の講義を行った。 2017年3月、陸上自衛隊東部方面隊、オビニオンリーダー8年間の任期を終了。武器学校作業で、平成27年1月、陸上自衛隊師団長表彰を受ける。武器学校資料館作業と BU コース講師はしばらく、継続する。論文の発表は、日本重宝師学会、日本重宝師覚悟。 一般社団法人日本防衛装備工業会ジャジ氏2012年度、各号日本火薬工業会、エクスプロージョン氏に行い、2013年、小山各観光、日本重宝師一部記事を執筆した。論文指導は、国立歴史民族博物館名誉教授、宇田川武久博士、防衛大学教授、伊達慎吾博士より受けている。前重射撃は、 1994年スイスにおける第29回世界大会膝大競技4位入賞が最高位。2008年より整備の始まった陸上自衛隊武器学校武器資料館の歴史的交渉を行った。同行が保存していた各種武器兵器類を日本と外国のものに分類。日本のものは武器兵器の歴史としての展示を提案し、 特に 6.5mm 系兵器時代、7.7mm 系兵器時代、供与兵器時代、自衛隊の開発兵器時代などと特色を持たせた。その調査の中で93式工学照準機、江戸木国友製技法、日本製 AR-18 などを発見した。この作業で、茨城県防衛協会より表彰された。二千十三年五月。 母親戦争コーナーの新設と99式短撃重点示を行った。同作業で2010年土浦駐屯地表彰、2015年第一次団表彰を受けた。日本前奏銃射撃競技に国際ルール適用の厳正化を遂行した。特に使用する銃のオリジナリティを検査し、検定証を発行することを提案し実行した。 そのための一部会員の反発は非常に大きかった。銃砲刀剣類登録規則にもあるように過去において、同連盟は改造ひなわ銃の温床のようにも言われていた。現在では200兆以上のオリジナル銃が検定に合格し、検定シールを発行されている。また、国際大会での銃器委員である、国際大会参加、登録証がついていても、 競技に使用できない銃が公式に存在することになった。後に日本全装銃射撃連盟は大会し2018年3月日本銃砲史学会を大会する予定である。アメリカ南北戦争と日本の母親戦争に使われた兵器も新テーマである。アメリカ南北戦争に関しては2011年夏開戦150周年ワシントンから 各地の古戦場、博物館をメイン州に至る地域を回り、バージニア州ではミニエ式小銃、前装、コルト拳銃各競技に参加、各種大砲実写を体験した。その経験をもとに、アメリカ南北戦争と日本母神戦争の相関という題目で2013年6月、防衛装備工業会において内容を発表した。現在、薩摩島と 鉄砲伝来、各種銃の命中率の比較、古式銃登録制度の問題点、NHK をはじめ歴史番組の非現実性の指摘のテーマに取り組んでいる。日本の安全保障問題研究では、防衛省、自衛隊の地位向上、効率的防衛、特に集団的安全保障、装備品、人事制度などの改善をテーマにしている。防衛魂和解。 港区防衛振興会、各種見学会、行事に参加している。昨年より緊張が続く東、シナ海方面への関心は高く、研究を続けている。2014年5月、東北方面の基地、中屯地の研修を行った。2015年中部方面の研修を行った。防衛懇和会会員、防衛懇談会の、 格行時には必ず参加し、レポートを書いている。積極的に昨今の国際情勢劇変と日本の危機を唱えている。重宝史学会の研究では、日本の大砲文明存在に関して、大いに疑問を持ち、戦国期の戦闘、幕末の大砲製造努力、明治以降の大砲開発をテーマにしている。日本の武器兵器ドットネットにて、 日本兵器史上、一世にして消滅した豪華絢爛たる日本の弓矢文化に関して記事を載せている。ありがとうございます。